重貞古墳に描かれた壁画の図築史文字は、福岡県浮橋にある重貞古墳の石室に記されているとされた、神代文字。重貞石窟古字とも称される。平田厚種が1819年に表した、神屋座日文殿付録異事編には、筑後国石窟文字として再録されており、地元には神代の文字とする言い伝えがあるとされる。ただし平田は、 確かに文字とも重い定めが足しと述べている。同書に掲載された文字の模写は、久留米藩の人間が書いたものを、国学者の八代広方から入手したものとされる。有名な学者である平田の影響は大きく、後に測量で畜語国を訪れた井の忠だたかが、重貞古墳を訪れ詳細な調査を行った。この資料と久留米藩士の資料は、 装飾古墳の古い資料が少ない中で詳細な資料として貴重なものであると言われる。1825年4月22日には、久留米藩士の村上智都と早川和輝によって模写図が作成され、この図は国学者の落合直すみが表した日本古代文字項の中に掲載されている。落合はこの文字について4種類の記号と11種類の 記号の組み合わせによって成り立っているとする説を唱えた。またその傍らに見られる点のような記号については、凡字において用いられる超音を表す点に似ているとしている。そして歴史家の神谷由が千が1886年11月の東京人類学会報告第9号で発表した古代文字孔に掲載される文字のうち、松浦北海の庭にある石に見られる文字や、 別中国都並郡高瀬村の高瀬神社にある、ワニ口に見られる文字と形状が似ているとしている。竹内文書には、やそよ文字として登場する。竹内義野宮、神代の万国史では、上古第9代22世の時代に作られたものとし、坂井義尾、日本寺の発掘では、神祖第一代天日豊本、足利気候天皇の時代に作られた文字としている。なお、 竹内文書に現れる天皇については竹内文書による歴代天皇を参照。今日の研究において、この筑詞文字は手宮洞窟と同様に音節文字ではなく壁画であると考えられている。原田稔、図節人大文字入門では、平田、落合の試みは遺跡に残る古代人のメッセージを受け取ろうとした点で、現代の考古学に通じるところもあるとしている。 茂貞古墳について解説する看板。左上にあるものが湯木、左下にあるものが同心園である。茂貞古墳は筑後川左岸に位置する前方公園墳であり、浅田古墳群に属する。築造時期は6世紀後半とされる。1922年3月8日には、近接する楠木目古墳と共に国指定の史跡となっている。 前方部はすでに失われているため、原村長は51メートルあるが、築造時の全長は80メートルほどと推定されている。公園部径は44メートルあり、高さは8.5メートルである。公園部の南側には、全長17メートル、高さ3.8メートルの横穴式石室があり、6メートルある沿道で外に繋がっている。 安山岩の巨石が用いられているのが特徴で、奥壁や側壁、腰石や天井石にはいずれも一枚岩が用いられている。また奥壁には巨石を用いた石棚が配置されている。石室の壁面には赤色や六小色の岩料によって、湯木や童心わ門、わらび手条文が描かれている。室には主に湯を描き一部にが見られるのに対し、 前室には主に同心円門が描かれており、皇室と前室では文様構成が異なっている。この湯や同心円門などによって構成される壁画が畜紙文字である。戦時中に防空壕として使われていたほか、戦後の考古学ブームで多くの人が押し寄せたことで文字や壁画が傷んでしまっており、肉眼で確認しにくくなっている。昭和37年に、 東京芸術大学の教授である草加発光によって壁画の復元図が作成された。現在は浮橋歴史民族資料館に保管されているほか、拡大したものが浮橋立図書館の入り口に展示されている。当時は相当多数の土器や鉄器があったようで、地元の人々が用がある時に古墳にお願いして器を借りていたが、豪欲なものが返さなかったために失われたという。 言い伝えが残っているという。同じ福岡県の加宝郡桂川町には、大塚古墳があり、湯木や同心円門など、重里古墳と共通する壁画が見られる。このような装飾古墳は、九州の北部に分布が集中している。ありがとうございます。